チェーンソーがまず出てきたんですよ。チェーンソー事件があったっていうような記憶も、まあ、薄れやすくなるわけですよ。こうあるお部屋にビデオテープが、人の映像が、なんかでは次の物件ちょっと行ってみてもいいですかね。テーマ2の方行きましょう。はい、まあ、東京都の都心も都心部の物件の話なんですけど、もともとのお亡くなりになった、まあ、元のオーナーさんですよね、この方はもう天涯孤独で、相続人もいないという状況でお亡くなりになったんですけど、そもそもお片付けがやっぱりなかなか苦手な感じだったのか、はい、まあ、ゴミもすごかったんですけど、で、まあ、最後その、まあ、点滴のこう一緒にこう行くやつあるじゃないですか。あ、ありますね。カラカラカラって行くやつですよね。それ思ったままこう倒れ込んでっていう状態だったみたいなんで、まあ、第一発見者の方はまあお隣の方なんですけど、ね、ああ、そうなんですね。唯一そのお隣さんだけ、そのまあ自分も一応心を通わせて一応そのお話ができるみたいな状態だったらしいんですよね。で、先ほどのゴミの量なんで、これもやっぱり一回出さないといけないんですよね。そうですよね。そう出していく中で、一人のその霊感強めの方が頭痛いと、頭痛いって、入れないと。でちょっとまあ匂いもあるんでね、まあ、吐き気も思い出すっていうのもあって、一旦休憩しながらやってたと。そうするとチェーンソーがまず出てきたんですよ。チェーンソー。チェーンソー。ええ、まあでもまあ。それを使うこともあるじゃないですか。まあ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 、まあ、でも一等地ですよ。都内の。都内の一等地。まあリゾートどっかで山持ってるかもしれないですけど。チェーンソーが出てきた。でまた片付けてると今度ノコギリと包丁、刃物、そういった刃物がたくさん出てきたんですよ。はい。怖。で箱漏れしてる、錆びてる。はい。使っ使ってるんでしょう ね、多分ね。ケアせずにそのまま置いといたから使ってたのかな、どんどん片付けていく中で、あるお部屋にビデオテープが1000本ぐらい、 VHS のビデオテープが1000本ぐらい出てきたんですよ。中身とかって見たくなりますよね。なります、なります、もちろん。何をね、そんなに入れてんのかっていうね、はい。で横見ると VHS のデッキと昔の古いテレビが、おお、見れるじゃないですか。急いで東京電力に電話して電気つなげてもらって見たんです。そうですよね、やっぱ見ますよね。見たんですね、はい、そしたら、そしたら、人の体を切っている映像が、流れてきたんですよ。そうでしょう。解体している状態ですね。でそれが、何のかわからないですよ。そこで撮ったのかどうか、ビデオカメラを探したんですけど、はい、ありました。カメラ、ビデオカメラ、わあ、いい展開だ、面白いですね。あったんすね。いや、はいはい、その方あのね、いっぱいあのメモする癖があったみたいで、おノートが、まあ、部屋中にいっぱいあったんですね。そんなしてたんですか、ノートが、はい、人体のいろんな部位を細かく模写した、はい、メモが結構見つかる。黒いじゃないですか、もう完全にやってるじゃないですか、多分それだけ聞いてしまうと。はい。で、はい、奥もさらに普通のお部屋で、はい、まあ、これ以上奥ないなっていうような感じなんですけど、実は隠してたつもりがあるかどうか分かんないですけど、扉のついてない、まあ、普通に入っていけるようなお部屋に、ちょっと前タンスで塞がれてたんですけど、抜けたお部屋があって、はい、そこに、まあ、台が。いわゆる、まあ、人一人横に寝そべられる。やっとんな。台が怖くなって、でいろいろ調べたんですよ。調べたらちょっとその物件の、まあ、後ろ側って公園になってるんですけど、江戸時代に罪人を首落とす、そういう処刑場になってたんですね。そうなんですね、はい、でちょっともうこれ売りたくなっちゃって、はい、買ってすぐ1ヶ月ぐらいで売りに出したら、はい、お隣さんが、はい、私買いますって買ってたんかな。
なんで買ったんですかね。買った意味が分かんない。買うっていう初めてから、まあ契約しますよね。で契約した後に、そのゴミをこれ以上触るなって言われます。外に出すなと。怪しい、これ怪しい。めちゃくちゃ面白い。面白い。で引き渡しした後に、ああだこうだったら困るんで、一応捨てさせてくださいと、捨ててからちゃんと引き渡しますねっていう、ちょっと釜かけ気味で、そうですね。そしたら、いやいやもう絶対何も言わないからと。で、分かりました。じゃあちょっと自分たちの荷物はじゃあ片付けるだけにします。これ3日ぐらい、まあ一応中の整理だけしてあげようと思ってたら、その3日間と毎日見てるんですよ。チェックするんですね。ここは見てつけてないだろうなとか。車を道路挟んで反対側のところに止めて、ずっと見てる。あ、外から見てるんですか。絶対もういろいろ知ってますもんね、お隣さん。で、女性用の毛髪、もう大量に見つかったんですよ。ウィッグとかじゃなくて、そうそう、それでウィッグも見つかったんですよ。ウィッグというか、まあ、なんかそのカツラ、カツラめいたもの的なものが、あと宝石類っていう、宝石類、じゃもうね、さらってきてとかになりますよね。だってその人たちが身につけてたもの、なのか、ちょっとまだわからないですけど、はい、ちょっとそこから行方不明者をいろいろ調べてみたんですけどね、年間結構いらっしゃるんですよね。似てるんかい。怖いなぁ。ちょっとね、はい、僕も一個だけ、そこに金庫があったんですよ。はあ、何か一つちょっと持ち帰らなきゃってことで、はい、まあ、4人ぐらい男でかかる金庫を 4人で抱えて、はい、そこだけ引き上げてきたんですよね。あ、そうなんですね。物証があるかもしれないんで、はいはいはい、まだ開けてないんですよ。金庫開けてないんですか。あ、そうなんですか。金庫、あ、これですか。これです。これです。開けたいまだ怖くて開けれてない。何入ってんだろう。富澤さんはどうしてここお買い求めになられたんでしたっけ。これはですね、はい、いや、まあはっきり言って商業地で、もうしかも結構する、はいはい、まあ、建て替えようと思って、うん、その時はお隣さんは黙ってたんですか。お隣さんは、その僕もそれ買ったのは入札で買ったんですよね。お隣さんも札入れてたみたいです。あ、そうなんだ。じゃあ狙ってたんだ。狙ってた。で、もともとまさかの私が落としちゃったもんで。ふざけんなよ、俺が買いたかったのに。俺の絵のにバレるから。バレるバレるからでしょ、絶対。ちょっと真面目な話すると、こういう金庫って結局、その火事になった時に、こう大事な書類とか、まあ、それこそ権利書のようなものが、燃えないようにっていう、その防火耐火が一番の目的なんで。そうなんですね。はい、強盗とかそういうのに強いかっていうと、それは別問題なんで、普通に壊せるかもしれないです。そうか、火に強いですよね。汚れないようにですもんね。そうですね。なんかまあサンダーとかで切っちゃってね。余地のところに詰まってる。そのチェーンソーじゃないですか。どうして繋がるんですか。いつか開けるためよ。なんか今はこうゴミ屋敷とかいろいろあるんですけど、なんかこうテルさん事故物件あるあるみたいななんかあります。事故物件あるある。いや、事故物件はこういうのがあるある。ネタみたいな。ご要望のものとは違うかもしれないですけど、1個ありまして、それは何かっていうとですね、もともと不動産の世界にはその隣の土地はその相場の倍出してでも買えという格言がありまして。そうなんですね。はい、これは事故物件に限った話じゃないんですけど、でじゃあその事故物件の場合、まあマンションとかは別ですけど、土地あるいは1戸建てでひどい事件が起きちゃった、はい、あるいはまあひどくはないんだけど人が亡くなっちゃって正直に言わなきゃいけない、うん、これだと誰も買ってくれないな、あるいは買い叩かれてしまうなっていう時に、まあ誰が買うのかっていうと、まあよくその外国人がとかその仕事柄気にしない人がいるみたいな方向で発想しちゃいますけど、まあ実はそういう属性的なものよりも、どんなお仕事であれ普通に隣に住んでる方が買って解決っていうパターンが多いですね。そうなんですね。で、まあ、庭にするとか、はいはい、車庫にするとか、うん、そのやっぱり気になっちゃうけども、うん、
車を置くぐらいならいいやとか、あの、まあ、物置に使うみたいな、そこで別に寝るわけじゃないし食べるわけじゃないしと、で自分の元々の土地はこう狭かったから、はい、隣に広げて、それ広くできますもんねっていう、そういうことで、あの解決を見るっていうパターンが多いですね。あとやっぱりそうすることによって、はい、ここの家で事件があったっていうような記憶も、はい、まあ、薄れやすくなるわけですよ。こうくっつけたり切ったり繰り返すことによって、こうわけがわからない、原型がなくなってきてるんですね。なので、あの一般的にあのお隣さんが買いたがるっていうのはそんなに不思議じゃないなと思います。なるほど、そっかそっか。お隣さんが買ったからといって何か知ってるとかではない。うん、まあね、まあ、一般的に今回はちょっと怪しい。特殊な例でしょ、これ、ね、これはもう確実ですもんね、聞いてる感じ、ね、やばすぎませんだって。やばい。ホームレスが死んで溶けていた、ホームレスの方がね、はい、あの勝手に入居してたんですけど、入居って言い方違います。死者の最後のメッセージと、これは何ですか。父親のナタで